モンテディオ山形宮沢克之です。この度の東日本大震災において被災を受けた、皆様方に心よりお見舞い申し上げます。当日僕たちは、アウェイの新潟線に向けてバスで移動中でした。休憩中のバスの中で僕はあの地震を体験しましたが、非常に大きな揺れで本当に、怖かったのを今でも思い出します。あの出来事は、自分の人生の中でも一番大きな悲しい出来事でありますし、これから先もしっかりと心に刻んでおくべき出来事だと思っております。震災から2ヶ月経った今も、多くの方々がまだ本当に苦しんでいらっしゃると思いますが、少しでも一歩ずつでも皆さんが元の生活あるいは笑顔、気持ち、そういったものが取り戻せるように、少しずつ前を向いて暮らしていってほしいなと思っております。震災後モンテディオ山形では、避難してきた方々の子どもたちと一緒にふれあいサッカーをしたり、チーム全員で義援金のための募金活動を行ったり、さまざまな活動をしてきております。今回は本当に大きな震災ということで、一回だけの支援というのではなく長く続けるべきだとみんなが考えております。僕たち個人個人でもやれることをやりたいと思いますし、J リーグチームでも、今回の今年の J リーグの試合では募金活動を続けるということを決まっています。いろんな活動で皆さんの少しでも支援になれればいいと思いますし、また僕たちはグラウンドの上でサッカーというスポーツを通して直接ではありませんが、皆さんに何かプラスの力が伝わることを願ってプレーしたいと思います。モンテディオ山形は今年のスローガン、根付くということで、粘り強く、そして諦めないという気持ちでピッチの上でプレーします。少しでもちょっとでも皆さんにその諦めない気持ち、スポーツの力が届くように頑張っていきたいと思います。被災された皆さん、一歩ずつ進んでいきましょう。気をしっかり持って病気などせず暮らしてほしいと思います。力を一つに、チームアズワン。